カホ、はい、カメラの前でポーズをお願いします。はい、参ります。お、はい、カホリン降臨。お、安定のね、はい、降臨しちゃいましたか。今回も失礼いたします。これはなんで降臨なの？いやー、まあここに来ましたよっていう合図であります。あ、そうだったの？私知らなくて。え、そうなの？ただ、うん、語呂がいいから言ってるんだと思って、うん、いや、まあ最初の由来は、うん、それなんだよね。あ、そうなんだ。あ、でもちゃんと意味があるのね、今となっては。理由付けてみました。さすがですね。はい、好きなファッションアイテムは何ですか？好きなファッションアイテムは、アイテムというより最近ストリートっぽいお洋服を着るようになりました。うん、そうだったっけ？そう、レッスンとかしていくうちにだんだんこういうなんかゆるっとしたお洋服とか、うん、動きやすいお洋服を着るようになってって、最近すごく集めています。そうだね、前はちょっとガーリー系だったもんね。うん、そうなんです。でもそうですね、ゆるっとした方が、うん、まあその後寝やすいし、やっぱね、うん、睡眠のことも考えながら、ね、お昼寝もしやすいお洋服です。へえ、面白いですね。はい、